元織森長。元織森長は、江戸時代の国学者、文献学者、言語学者、医師。名は、坂江帝。本生は平氏。通称は、はじめやしろう、のちけんぞう。号は、知らん、どかーん、いを、自宅のにて門人を集め講義をしたことからと呼ばれた。また、かだのあずままろ、かものまぶち、ひらたあつたねとともに、の一人とされる。 伊勢松坂の合商、小漬の出身である。慶中の文献交渉と、詩、鴨の間口の古道説を継承し、国学の発展に多大な貢献をしたことで知られる。ノ長は、間口の励ましを受けて、古事記の研究に取り組み、約三十五年を費やして、当時の古事記研究の集大成である注釈書、古事記伝を表した。古事記伝の成果は、当時の人々に、 衝撃的に受け入れられ、一般には聖止である、日本書紀を公読するの副特本としての位置づけで、あった古事記が、独自の価値を持った詩書としての評価を獲得していく、契機となった。元織のりながは、源氏物語の中に見られる、もののれという日本固有の情緒こそ、文学の本質であると提唱し、大昔から脈々と伝わる、自然情緒や精神を第一義とし、 外来的な儒教の教え、空心を自然に背く考えであると非難し、中華文明を参考にして取り入れるお牛そら来を批判したとされる。また、元織のりながは、紀州徳川家に送られた玉串げべっの中で、定まりはよろしくても、その方を守るとして、客手軽々しく人を殺すことあり、よくよく慎むべし。他と、非少々法にはずるることありとも、ともかく上実を、 よく考えて稽むる方は、何らかるべしとその背景事情を勘案して厳しく、死刑を適用しないように進めている。元織の長の代表作には、前日の古事記伝のほか、源氏物語の仲介、源氏物語玉の大串、そして玉勝馬、魚介外庫と、義を銃外言などがある。文化性も数多く、授業文人生命録には、 のりながじひつぼんに名、たひつぼんには八十九名が記載れている。主な門人として、田中みち服部っ中央、石塚達つまろ、夏目がめまろ、長瀬まさき、藤交渉、高林か太郎、う、みら、昭国十年、竹村直樹、横一秋、大館の村田七右衛門、橋彦春門ふし、館主の坂倉茂げ一見、直樹、倉田美希、 白子昌平、上松有信、日後の国、山賀の天目一神社神官、保足長州、保足シ慶、三里府市、日田鉱山の田中を秀、元織春には、則長の実施、元織田平、則長の養子などがいる。元織則長は、教皇15年、1 7 3十年6月、伊勢国松坂、現在の三重県松阪市の、 木綿中外省である大漬の次男として生まれる。陽名は富之助。原文2年、1737年、8歳で寺小屋に学ぶ。原文5年、1740年、11歳で父を亡くす。延響2年、1745年、16歳で江戸大伝馬町にある叔父の店に寄宿し、翌年郷里に帰る。寛永元年、1748年、 十九歳の時、伊勢山田の師匠剣を死の今井だけの養子となるが、三年後、寛延三年、千七百五十年離縁して、松坂に帰る。この頃から和歌を読み始める。法暦二年、二十二歳の時、義兄が亡くなり、おけを継ぐが、商売に関心はなく、江戸の店を整理してしまう。母と相談の上、医師を志し、京都へ留学する。 医学を堀本厚、向川美ゆ順に、儒学を堀計山に指示し、寄宿して、漢学や国学などを学ぶ。影山は、広島藩順位で、朱子学を奉じたが、藩朱子学のお牛宗来の学にも、関心を示し、また、慶中の支援者でもあった。同年、生を、先祖の生である、元織に戻す。この頃から日本の古典学を熱心に、研究するようになり、 影山の影響もあって、お牛空や京中に影響を受け、国学の道に入ることを志す。また、京都での生活に感化され、王朝文化への憧れを強めていく。法暦七年、1758年京都から松坂に帰ったノ永は医師を開業し、その片ら自宅で、源氏物語の講義や、日本初期の研究に励んだ。二十七歳の時、 仙台旧児本儀と古事記を書店で購入し、鴨ものまの書に出会って、国学の研究に入ることになる。その後のりは、間ぶと文通による指導を受け始めた。法暦十三年、1763年5月25日、の長は、伊勢神宮三宮のために、松坂を来訪した間ぶに書見し、古事記の注釈について、指導を願い、入門を希望した。 その年の終わり頃に入門を許可され、翌年の正月に、ノリナガが入門聖書を出している。マブチは、万葉仮名になれるため、万葉集の注釈から始めるよう指導した。以後、マブチに触発されて、古事記の本格的な研究に進む。このマブチとの出会いは、ノリナガの随筆、玉勝馬、玉勝馬に収められている、おのが、もの学びのありしより、と、あがたいの牛の里し、 ことという文章に記されている。ノリは一時はキーハンに仕えたが、生涯の大半を私政の学者として過ごした。門人も数多く、特に天明年間の末頃から増加する。天明八年末のまでの門人の合計は百六十四人で、あるがその後増加し、ノリが死去した時には四百八十七人に達していた。 伊勢国の門人が200人と多く、オワ国や、その他の地方にも存在していた。職業では、町人が約34%、農民約23%、その他となっていた。60歳の時、名古屋、京都、和歌山、大阪、美濃などの各地に旅行に出かけ、旅先で多くの人と交流し、また、各地にいる門人を激励するなどした。 完成五年1793年64歳の時から三文集、玉勝馬を書き始めている。その中では、自らの学問、思想、信念について述べている。また、方言や地理的事項について言及し、地名の交渉を行い、知識を記述している。完成十年1797年69歳にして、古事記念を完成させた。 寄稿して三十四年後のことである。完成十二年、千八百年、七十一歳の時、地名アザン転用霊を刊行する。古事記、風土記、和名称などから、地名のジオンの転用霊を二百近く集め、それを分類整理している。死に望んでは遺言として、相続その他の一般的な内容のほか、命日の定め方、供養。 墓のデザインまでにも及ぶ詳細で大部の遺言書を残した。これについては、山和心における死生観として以前に述べていることといささかずれがあるとして謎であるとする評論もある。旧山室村の本拠家の墓から元折のリ長の霊魂を殿町の森に運び神仏の聖地が移転した。大正4年に学問の神様として元折神社が遷座した。 平成7年に社号を元折の長の宮と改称した。その墓は、近世以後、1959年、昭和34年に、松坂市内を見渡す明楽寺の小高い山、生前のの長が好んだ場所とされるへ移され、さらに1999年、平成11年には遺言のデザインに沿った元折線をくつぼ、城が建造された。家業を手伝うも、 読書に熱中し、商売に適していないと母に相談して、医療を学んだ。地元、松坂では、医師として40年以上にわたって活動しており、かつ、完成四年、1792年期終藩に主刊し、五針り各十人口となっていた。森永は昼間は、医師としての仕事に専念し、自身の研究や門人への教授は主に夜に行った。は、 再生録と呼ばれる日誌をつけて、毎日の患者や処方した薬の数、薬例の金額などを記しており、当時の医師の経営の実態を知ることができる。亡くなる10日前まで患者の治療に当たってきたことが記録されている。内科全般を手掛けていたが、小児科医としても著名であった。当時の医師は薬、家電薬の調剤、販売を手掛けている例も少なくなかったが、 のりながも小児用の薬製造を手掛けて成功し、家計の足しとした。また、乳児の病気の原因は母親にあるとして、付き添いの母親を必要以上に診察した逸話がある。しかしながら、あくまでその意識は、医師は男子本会の仕事ではないと子孫に残した言葉に、現れている。山室町広報の妙楽寺に葬られた。 鈴コレクターで、液例のレプリカなど珍しいものを多く所有していた。この液例は、完成七年、1795年8月13日に、浜田藩主、松平安貞が森長の源氏物語公爵を聴講するのに先立って、自筆色紙と共に送ったものである。また、自宅に、鈴の矢という矢号も付けている。十九歳の頃には架空とし、単原市城海図を描いた。 平安町の王朝文化に深い憧れを持ち、中でも、源氏物語を好んだ。これは、万葉の、マスラオブリを尊び、平安文芸を、田をやめぶり等と貶めた、鴨のノマの態度とは、対照的である。読書家であると同時に、書物の貸し借りや読み方に、こだわりがあり、借りた本を痛めるな、借りたらすぐ読んで、早く返せ、けれど良い本は、多くの人に読んでもらいたい。 などの考えを記している。大和国吉野の水分神が、小森明神として、子を与え、守る神と世間で信じられていたため、森長の父は、男子が得られるよう祈り、森長が生まれたため、森長自身は、水分神の申し子として生まれた、固く信じていた。呪物に対する排除を主張していた、森長だが、10代頃は、浄土教思想の強い影響下にあり、 自家比例成立前後から排除思想が強くなった。ノ長の生涯にわたる恋愛生活は王の進むにより明らかになった面が大きい。元折ノ長全集は、筑馬書房、全全23冊。他に、全集は、大正期に、吉川博文館、全12冊。先中期に、岩波書店、6冊、未刊で刊行された。ノリ以後、 本拠家は家督を継いだ養子太平の系譜に連なる和歌山の本拠家と実施春庭の系譜に連なる松坂の本拠家に分かれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。